どうも、皆さん、こんにちは。プロトレーダーの翔太です。今回はですね、トレンドラインと水平線のコツをですね、ちょっと解説していきたいと思います。ちょっと僕は風邪気味でね、ちょっと今若干喉が痛いんで、ちょっといつものような、ちょっとハイテンションというか、まあハイテンションでもないんですけど、いつも。まあちょっといつものようなテンションでちょっと解説することはちょっと難しいかもしれないんですけど、まあちょっと落ち着いた感じの口調になっちゃうかもしれないんですけど、まあ、ちょっとあらかじめご了承いただけたらと思います。はい。で、こちらですね、ポンド円の1時間足チャートなんですけども、ですね、まあ、トレード記録の解説からちょっとやっていこうと思うんですけど、まあ、僕ですね、このね、陰線、ここに陰線がありますね。この陰線が、確定したところですぐ買いエントリーして、それで、まあ、ここ、サポートラインありますね。まあ、ここで一旦こうサポートされて、跳ね返っている、このポイント。まあ、このサポートラインまで、こう、たどり着いた時に、すぐ利益確定しました。なので、まあ、ここからここまで取ったっていう感じなんですけど、まあ、この、流れですね。まあ、どういう理由で、エントリーして、まあ、そうですね。どういう理由でトレードしたのかっていうのを、まあ、ちょっと、もうちょっと詳しく、掘り下げて、ちょっと解説していきたいなと思います。で、まずね、まあ、こう下落して、ここで、サポートされて、一旦跳ね返って、で、ここでね、まあ、戻りつけて、で、もう一回下落してきたわけですね。で、まあ、ここの安値を更新してきたところで、このように切り下げラインをね、引けるんですね。まあ、こういう、下落トレンドが、こういうね、下落トレンドが成立、したということになるんでね。まあ、ここの安値を、更新してきた時点でね、こういう下落トレンドが成立ということになるんで、まあ、このように切り下げラインが引けると。で、この切り下げラインを一旦ですね、この上昇、この陽線で、まあ、上抜いてはきたんですけども、僕はここではですね、なんだろうな、明確な、まあ、この切り下げラインに対しての明確な上へのブレイクっていうのは、ここでは、起きないだろうなって思ったんですね。その理由っていうのがですね、まあ、この辺の背景見てもらったらわかるんですけど、顕著に何度も、抑えられているのがわかりますよね。この付近で。まあ、まずこことか、もうあからさまに抑えられてますよね、何度も。そして、まあ、まあ、この辺りとか、こことか、こことか、あと、まあ、こことかでもね、何度も抑えられているのがわかりますよね。というわけで、こうやって何度もですね、抑えられてるポイントっていうのは、そう簡単に、明確にブレイクしてこないんですよね。っていう背景あったんで、まあ、となると、この切り下げラインへの、上への明確なブレイクは起きずに、まあ、騙しとなって終わるだろうな、というふうに、ここでは思ったんですよね。そして、案の定、まあ、ここから、まあ、下落してですね。下落してきて、で、まあ、こういった、まあ、安値あたりですね。まあ、試しに来たんですね。試しに来て、でもここでダブルボトムをですね、ダブルボトム作って、これでグイッとここで、この陽線ですね、実体の大きな陽線でもう一度この切り下げラインをですね、もう一度この切り下げラインをこの陽線で上にぶち抜いてきたんですね。それで、僕はもうちょっと様子を見て、次の陽線。この陽線がですね、綺麗に、このね、僕は今こう水平線引いてますよね。この水平線は、ここでね、何度も上値が抑えられているこの背景に対して、この水平線を引いてるんですけども、この134.442のこの水平線。もしくは、まあ、この水平線際で綺麗に、この陽線がですね、こう、まあ、止まってくれてですね。で、次のこの陰線。まあ、僕は、この陰線ね、確定した瞬間に、
買いエントリーしたっていうね。うん。まあ、このポイントですよね。この陰線がですね、まあ、すぐにですね、この水平線をまた上にブレイクするんじゃなくて、綺麗にこれ跳ね返ってくれて、これ一旦下落したプライスアクションを見せてくれたんですね。うん。で、まあ、この2本のこの陽線とこの陰線のこの値動きで何がわかるかというと、もうその顕著にこの 134.442 のこの水平線が意識されているのがこれわかるんですよね。うん。というわけで、まあ、意識されたなということがわかって、で、この陰線が、まあ、ここで確定したわけですよ。この陰線確定したと。うん。で、まあ、意識、これね、二度目の、言ったら挑戦というかですね、言ったらこの背景に対して、ここのね、何度も上値を抑えられているという、この背景に対しての一度目の挑戦がここだったんですね。で、そこから抑えられて下落して、で、ここで二度目の挑戦になると。うん。で、まあ、二度目の挑戦は、まあ、その、ケースにもよるんですけど、だいたい二回目で、大きく、上にブレイクしてくるケースっていうのが結構多いんですね。うん。で、まあ、あと他にも、ここからさらにもう一段階上昇してくるであろう根拠が、この辺りにあったんですよね。っていうのとかもいろいろと加味して、この陰線が確定したところですぐ買いエントリーをしたということです。そしたら次のこの陽線でサクッとですね、まあ、この 134.442 であるこの水平線をですね、この水平線をサクッと上にブレイクしてきて、そしてここの高値もさらにブレイクしてきたと。まあ、これはヒゲレベルですけど、まあ、一応ブレイクしてきたと。で一旦抑えられて、下落してきて、下落してきたんだけど、この 134.442 のこの水平線がですね、またしてもここで機能して、ぐいっと上昇してきたんですね、ここで。まあ、この背景から見ても、この 134.442 というこの水平線が、いかにめちゃめちゃ意識されているのかがわかりますよね。この上昇を見ても。うん。そしてまた再び抑えられて下落。そしてまた再びグイッと上昇してきて、ついに、ここのサポートライン。このサポートラインまで、まあ、この陽線で到達してきた瞬間にすぐ、利益を確定したという、そういう流れです。うん。なので、ここからここまでという感じですね。うん。まあ、そういうことです。なので、まあ、今回の話まとめると、そうだな。まあ、この切り下げライン。この切り下げラインの、まあ、まずここの1回目のブレイク。上へのブレイク。これを、その、1度目のブレイクっていうのもそうだし、あと、この背景も見れてるかってことですね。うん。これ何度も上値を抑えられているというね。この背景もちゃんと見れてるかどうかっていうのもポイントなので、そのやっぱりね、何度も抑えられている、ポイントに対しての1度目のブレイク、そしてなおかつこの切り下げラインへの1度目のブレイクだったんですね、ここ。だからこれを騙しと見抜けるかどうかっていうのが、まあ、今回の、まあ、ポイントの一つだったりもします。だから、大体その1度目のこういうちょっとした実体レベルでのブレイクっていうのは、まあ、結構その、やっぱ抑えられちゃって、騙しとして終わって、また、まあ、抑えられちゃうというかですね。そういうケース多いんですよね。これがですね、もっと実体の長い陽線として、ぐいっと、もう、例えば、もう、この陽線一本で、このサポートラインまで、たどり着くぐらいの大きさの陽線。そんなめちゃめちゃ実体の長い陽線が、ここでパーンと一発で決まってくれた場合、ここでね、もしね。その場合は、なんだろうな。さらにここからぐいぐい上昇してくる可能性っていうのがあるんですね。そういう場合は。非常に買い圧力が高まっている証拠ですから、こんなにね、こんなにバカでかい陽線が、まあ、このサポートラインまで一発でたどり着くぐらいの陽線の、
そんな実態の大きな要線が一発でこれ確定してくれたら、その流れに乗ってまたぐいぐい上昇してくる可能性が高いんですね、そういう場合は。その場合なんですけども、まあ、少なくともこういう戻り高値だったりとか、まあ、これすらも通り越して、もうこっちの戻り高値とか、まあ、こういう高値圏とかですね。もうこの辺とか、この辺とかまで一気に目指してくる、ケースが多い、そんな状況だったりするんですよね。けど、この場合はですね、もう実体のサイズこんだけなんですよ。うん。で、まあ、この水平線ね。まあ、これはこの背景に対して引いている水平線っていうのはさっき言いましたよね。で、この水平線すらも、もうこれぐらいしか実体レベルで上抜いてないし、で、この切り下げラインもこれだけしか実体レベルで上にブレイクできてないと。こういう場合はですね、逆に、もう、騙しになる可能性高いから、逆に買いエントリーじゃなくて、売りエントリーを仕掛けた方がいいぐらいのタイミングなんですよね、ここはね。うん。で、ここで、この要線が確定した瞬間に売りエントリーをかますっていうんだったらいいんですけど、ここで、この水平線も、この切り下げラインも上にブレイクしてくれたから、買いエントリーだ、みたいな感じで、買いエントリーやっちゃうと、これはダメなんですね。うん。なぜなら実体レベルでこれぐらいしかブレイクできてないから。これがさっきも言ったように一発でこのサポートラインに届くぐらいの実体の長い大陽線がここでまあドカッと一本立ってくれたら、その後もその流れに乗ってまたぐいぐい上昇してきて、少なくともこういう戻り高値、もしくはここの戻り高値、もしくはこの高値圏ぐらいまで目指してくる可能性が高まってくるから、そういう場合はその流れに乗って買いエントリーっていうのはいいと思うんですけど、これは残念ながら実体の小さい陽線ということでね、こういう場合はだから売りエントリーの方がいいかなというタイミングです。うん。まあだからこれが今日のポイントの一つですよね。そしてもう一個の、ポイントがですね、やっぱりこのプライスアクションですよね。この陽線、そしてこの陰線、この、まあ、2本のね、このプライスアクション。これが綺麗にこの水平線に対して、なんだろう、顕著にこう、しっかり効いてくれているのがわかりますよね。だって、この水平線際でこう止まってくれてるわけですから、だからこういう場合は、だからもうこの陽線が確定した時点ですぐに買いエントリーでもいいっちゃいいんですけど、だいたいこう、ちょこっと抑えられて、ほんの少しこう、下落して、その、押しを作ってくるケースが結構多いので、だから、この要線で買いエントリーでもいいんだけど、一旦ちょっとした押しを待って、この陰線が確定したところで買いエントリーというのがまあいいかなと思いますね。うん。まあそのケースバイケースなんですけども、うん。まあ結構ね、こう、ほんの少しの押しを作ってくるっていうケースが多いんでね。うん。その押しを待って、からの買いエントリーの方が、まあ、その利益幅がまあ大きくなるかなって感じですよね。ここで買いエントリーしたら、ここからここまでってなるんですけど、これが押しを待つことで、ここからここになるんで、ちょっと利益幅が、広くなるんでね。その分、たくさん資産増やせるというところですね。うん。はい、というわけで今回はトレンドラインと水平線のコツというテーマで動画撮ってみました。はい。今現在ですね、FX の超初心者トレーダーさんが少資金からでも最短最速で経済的、時間的、精神的、環境的に自由なお金持ちの、上昇トレーダーを目指していくためにおいて、すごく役に立つ、極意マニュアルというマニュアルをプレゼントしております。この極意マニュアルを受け取りたいっていう方は、この動画下の概要欄、すなわち説明欄に載せている僕の LINE アットの、リンク、がありますので、そちらからまず僕の LINE アット友達登録していただいて、その後に僕の LINE アットのトークの方に、極意マニュアル希望とメッセージをください。そしたら、プレゼントいたしますので、FX をですね、効率よく極めていくためにおいて有効活用されてみてください。はい、というわけで今回の動画講座以上になります。ありがとうございました。プロトレーダーの翔太でした。失礼いたします。